っていう人の数自体も減ってきてるのかなっていうのは、はい、こうすごく印象はあるんですけど、はい、興味持つ人を増やそうだったりとか、いろいろそういう働きかけみたいなところっていうのはなんかどういう活動をされてるんですか？もともと、はい、岸和田の浜の方っていうのがチームワークが良くて、でそれが気づけばだん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 スピードを求めていくにつれて、まあ、スポーツっぽい感じになっていって、僕がもう青年団入った頃にはもう上下関係めっちゃきつい、ただの体育会系になってたんですよ。なので上のことは絶対、はい、で気に入らなかったら島君とつく、で僕も最適だし、僕も途中までやってました。でもね、気づいたんですよね。祭りって楽しくするためじゃないですか。でこの時代にそういうなんか上下関係とか体育会系みたいなって合わないじゃないですか。 IT コントロールやってて若い子言うこと聞かないじゃないですか。そんなんでどん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 この地域で祭りに参加する人は減っていったんですよ。で、まあ、若い子はもっと楽しませてあげないと、もっと魅力のある祭りをしないとダメ、もっと若い子に意見吸い上げて若い子らに楽しませてあげるべきかなと思って、別に寄り合いなんか混んで、あのはしごも混んで練習も混んで、ただ祭り来て楽しんでって、僕はそれだけでいいと思うんですよ。非日常を味わうための祭りじゃないですか。今ってそこはもう 大根底に違うんですよ。 だから減るんですよ。なるほど。強制するから、強制するから、僕完全自由でいいと思います。来たいもんだけ来たらいい、はい、うん、用意したいもんだけしたらいい、はい、練習したいもんだけしたらいい、で祭りの時はみんなで楽しむ。なるほど。どういうところにこう魅力を感じてそれでありますかね。人間関係、別にこの田中君とかの社長が別に好きなわけではないんですよ。好きでこう何時に弾きたいんですって言って出会ったわけでもないし、でもこう一緒にこう普段何時に連れてもらったりとか、まあ、普段ずっとこのお付き合いさせてもらう中で ちょっとでも力になるんだったらと思ってこう生かしてほしい。で、ほんでそれで魔法を行ってみたいっていうことで、人間関係がこの信頼だけで友達だったりとかをこう連れて村の祭りに一緒に来るようになって6年経つみたいな。そうですね、それで、はい、でその僕が連れてくる子たちも田中君がその やってるツイッターとかを見てて、だからそのツイッターで古い団地の良さであったり、その組織のその在り方についてその本来の姿の話とかを、この今しゃべっとったような内容をこう SNS で発信してるのを見て、そんな人を俺たちの町に行きたいっていうようなことが、今でこそこう田中さんみたいな方がいらっしゃるから楽しくやりたいだったりとかっていうのもこう実現してると思うんですけど、その田中さんがそのこれからっていう時に どういうふうなことが、例えば寄り合いに行っても無理やり帰らされたりとか。ありますあります。もう祭りも来るなみたいな感じになるんですよ。あ、そんな人もいてましたね。そういう時ってこう、どうそれでも行かれてたんですか？僕はね、やめたら負けと思ったんで。強い信念を持ってこう突き進んで来られたのってこうどういうところにあるんですか？あ、うちの村の祭り止めたくないですよね。僕やめたら止まると思ってます。なるほど。はい、昔からずっとやっぱご先祖様、先人が一生懸命食べたお金で汗水流して作ってくれたお金で団地作ってくれたわけじゃないですか。その祭り、その団地をなんで作ってくれたかったら、村のそういうこれからの子供らのためと将来のためを思ってお金出しやってくれた団地を僕は止めたないですよ、この祭りを。こう積極的に活動されてる中で感じてる課題点だったりですとか、はい、どういうのがあったりするんですか？地域のつながりを僕はもっと増やしてほしいなって、例えば子供会、もともとってね、辿っていったらみんなどっかの村で生まれ育った方なんですよ。でそれが嫌だから、その地域から出ていった人らの末裔の方が今でいうよその方じゃないですか。今って村の大きい家がどんどん減っていってますよね。潰して村の本家の家の方が出ていかれる。でそしたらそこに住宅地が建つ、そういうとここそ一緒にやってほしいなと思います。ご縁あってせっかくね来ていただいた地域だし、なるほど、やっぱり一緒にやってやっていかんと絶対この街止まるんで。実際この辺とかもまあ結構昔からってこうずっとあるんだろうなって思うようなご自宅もあれば、はい、本当につい最近できたんだろうなみたいな、そうですね、その新しいご自宅もある中で、はい、もしこそ来られた方とかっていうのは参画されたりするんですか？どういう、いや、厳しいですね。中にはそれは来てくれる人もおるし、もともとよその地域から来てくれたかった人は
うちの村とうちの祭りに来れて、わざわざその新しい家に引っ越してきてくれた人もおるし、全然そういうのは知らずに来られる方もやっぱり、あ、もちろんその方々に僕はもう一個だけお願いしたいんですけど、うん、どうしても祭りに参加したくないと、地域のつながり嫌だって言われたら、お願いやから今ここにある伝統と文化を壊さんといてほしいです。太鼓がうるさいとか、うん、祭りがうるさいとか、若い頃溜まってるのが嫌とか、そういうので苦笑とか、やっぱり今ってすぐなんかあったら、そうですね、僕それだけはほんまにお願いやから、それだけ嫌なんですよ、うん、なるほど。でもそれは合に入れば合に従えてないじゃないですか、うん、あなた方が来る何百年前からこの村にはその歴史と伝統があるんですよ、うん、でそれを潰さんといてほしいです。そこは大きな課題というか、はい、うまく互い飲み込む必要がある部分で、ね、温かく見守ってくるだけでいいんですよ。資金的な部分とかっていうのってやっぱりその今までよりかその参画意識がこう薄れていく中で、経済的な部分ではどういうふうに解決していってると言いますか。基本的に祭りっていうのはその地域の方々のご寄付で賄ってます。あのだんじりって非常にお金がかかるものだと、でそれに伴って祭りを1回するのにやっぱり何百万円って飲み食いであったり、その消耗品であったりかかるんで、はい、それに伴う寄付を村の方がしてくれてはるんですけど、本来はそうやったんですけど、花寄せっていう風習が青年団とか組織でノルマを作り出したんですよね、はいはい、うん、それが嫌で辞める人もいてます。でやっぱり村の人からご寄付いただいてるんやったら、村と村の人をもっと大事にしちゃダメなんですよ。なんでか分からへんけど、後から来られた方が村の方に偉そうに言うたりとか、やっぱ村ありきで基本的には村の方のご寄付で成り立ってます。あと近隣のお店の方、いろいろまあ意見が、うん、その反対の意見もあればっていうところですかね、はいはいはい、いや十人というなんでね。そうですね、いろんな意見があるのは当然で、そうですね、うん、ただ裏でブツブツになったら別に一緒に喋ったりなと思うし、裏で批判するんやったらなんか声かけてもらって議論し合う方が面白いじゃないですか、うんうんうん、いろんな方の筋と、ね、正義があると思うので。